今日のお題は非接触体温計だよ。非接触体温計ね。昔は脇に挟むタイプが多かったけど、最近は非接触のものが主流になってるよね。まあコロナウイルスの関係で肌に触れたりするのがあんまりよろしくなかったり、非接触だと結果が出るのが早かったりするからね。でも非接触にもおでこと腕とを測るものがあるでしょ。おでこはわかるけど、腕で体温ってわかるものなの。そもそも非接触体温計ってどうやって温度を測っているかなんだけど、皮膚表面の温度を赤外線センサーで測っているんだ。だからこそおでこでも腕でも特に問題はないんだけど、外気温に影響されやすいんだ。ああ確かに、お店に入ったばかりだとすごく高く出たりするよね。だから目安程度に考えた方がいいかもね。